月曜日だ。I hate Mondays math and spinach. I can eat spinach with ponzu sauce. 私は月曜日と数学とほうれん草が嫌いです。ポン酢設定ほうれれん草は食べれます。ということで、どうも皆さんこんばんは。月曜日です。今現在の時刻。2時7分となっております。まあ、これがどういうことを意味するかというとですね、終わりました。まあ、月曜日でこの時間ということはですよ、日曜日の夜から深夜になって月曜になった。つまり、今日は学校休みたい。もうね、もう俺イライラしてしょうがないんですよ。みんなね、まあ、僕受験生の、中学3年生受験生なんですけど、みんなね、勉強した方がいいよ。勉強しないとダメだよ。勉強しないと将来終わるよ。本当に高校入れねえぞ。俺ちゃんと勉強しろって言ってくる先輩、人生の先輩たち。その通りだい！ということで今回は、むしゃくしゃするので、深夜に、もう人生初です、こんなことするのは。爆食したいと思います。何を食っていくかといったらこちら。豚麺コンソメパンチコカ・コーライツプーマコカ・コーライツプーマ。はい、ということでね、この3つを食っていこうと思います。深夜の爆食いです。サムネ撮影。もう俺は食うぞ。もうどうにでもなれって感じ。まあ、せいぜい学校の、まあ、これから3、4、5、6、7、はい、6時間後の俺にね、頑張れと言いたい。ということで豚麺を早速作っていきます。やべ、ま、めっちゃやらかしたんだけど。いや、俺多分人類で初めてこんなミスり方したわ。やっちまった。来たぞー。はい、ということで3分測っていきまーす。ストップウォッチ、OK。ということでね、その間にもう行っちゃいます。3分経つ前にと、コンソメパンチ。いただきます。深夜の2時になるとね、もう頭が回んないよね、本当に。うん。もうメガネしてねえと寝ちまうぐらいの勢いだもん。頭回んないです、本当にもう。ちなみに僕は肌荒れをめちゃくちゃ気にしてます。5、4、3、2、1。豚麺が出来上がりました。誰の箸か分かんないです、これ。あんまあったかくない。ウォーターサーバーのお湯ちょっと調子悪くて全然熱湯じゃなかった。ちょっとサムネ取るしかねえよ。ここでまたサムネを取っていく。ということで豚麺いただきます。何年ぶりだろう豚麺とか。買った。完食。ちゅうことでイライラした男の深夜のやけ食い。2時7、17分。10分間、ご清聴ありがとうございました。人生終わった。